春はご夫人からは1932年1月29日公開の日本映画である小畜キネマ製作配給監督は小津安二郎モノクロスタンダードサイレント74分1931年11月頃から断続的に撮影していた大人の見る解放生まれては見たけれどが子役の怪我で一時撮影中止となり その間の同年12月から翌年に1月にかけて、新人俳優の北二郎を起用して撮影した作品である。現存するのは脚本のみで、ネガを呼びプリントは失われている。学生の加藤は支払いを迫る洋服屋の坂口から逃れるために、恋人の政子を彼女が働いている喫茶店に残したまま立ち去る。だが、坂口に見つかり、 加藤は試験の身代わりになってくれれば代金を払うという。しかし、坂口は試験に完全に失敗する。加藤はがっかりするが、喫茶店で恋人とも一年過ごせると思い、元気を取り戻す。一方、加藤の友人吉田も坂口に借金があるが、その坂口の妹美代子に出会う。そして、坂口は支払いを期待して、 吉田に就職をせわしてやるが、やはり踏み倒されてしまい、焼けっぱちになった、彼は、道行く学生たちに請求書を突きつけるのだった。ラストに、春はご婦人から、借金はまず後回しの皮肉な字幕が出て終わる。ありがとうございます。